前島ひそかは、日本の官僚、政治家、家族。異界君等社位は、ジュニー、君二等男社本姓は上野。陽名は、ボーゴロウ。名は、牧大蔵、三つ。通称は、ライタスク。合波女山、大広沈め。越後国出身。日本の近代郵便制度の主要な創設者の一人で、あり、郵便の父と呼ばれる。 今日も使われる、郵便、切手、はがきという名称を定めたほか、一円切手の肖像で知られる。また、東京専門学校及び、早稲田大学の見学に深く関わり、早稲田大学校品の名誉を受けている。幕末期の前島ひそか日本における近代郵便制度の父として、現行の一円普通切手に、前島の肖像が描かれているほか、いくつかの記念切手にも、 彼の肖像が描かれている。他の日本の切手が頻繁にデザインを変更している中、前島の肖像が描かれている一円切手だけは昭和22年の初発行以来、文字などに若干の調整がある他は一度も基本のデザインが変更されていない。日本郵便も一円切手の前島の肖像だけは今後も変更することはないと公式に発表している。 令和3年4月14日に日本郵便のマスコットキャラクター、ボスクマをデザインした1円切手が1億枚限定で発行されたが、現行の前島1円切手も継続して販売される。ありがとうございます。